こんにちは、リスカバのガンちゃんです。本日はマーケティング探究ゼミということで、桜美林大学ビジネスマネジメント学部教授の、雷海東先生です。先生、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、先ほど紹介ありました桜美林大学の雷です。私の専門分野は、グローバル経済、グローバルビジネス、という分野になります。皆さんご存知の通りですけど、今世界経済の中心はアジアにあります。特にアジアの中 この東アジア、我々、日本も、東アジアの一部ですし、それからお隣の韓国、中国大陸、それから台湾、こういった国々と地域ですね、今非常に世界経済の中で注目は高まっています。そういう意味で私の専門分野はまさにこの東アジアの、様々なビジネスとか、それから貿易とか、経済交流ですね、そういったものを探っています。今日はですね、とある企業にマーケティング戦略を提案しようということで、先生、どのような企業に対して皆さんにマーケティングに取り組んでもらうのか教えていただいてよろしいですか？ EV、いわゆる電気自動車ですね、その電気自動車を取り扱っている企業、アパテックモーターズという会社の社名はあります。これは実は昨年日本で、設立されましたベンチャー企業ではあります。電気自動車の製造および販売を行っている企業です。今回ですね、我々桜美林大学はこのアパテックモーターズさんと連携して、この EV を学生の勉強あるいは練習の題材として活用させていただいております。 EV 車っていうのはちょっと馴染みのない言葉だなと思ったんですけれども、どのような車なんでしょうか？ EV というのはいわゆる電気自動車の頭文字にはなっております。皆さんもしかしてもうメディアの報道とか、あるいはテレビですね、ご覧になったことはあるかと思いますけど、最近非常に注目は、高まってるのこの電気自動車。この大熊にはどのような特徴があるんでしょうか？簡単に言えば4つはあります。まず1つは、日本の我々よく見る軽自動車とほとんど同じような形にはなります。それから、軽自動車ですから、可愛いデザインしたりとか、あるいはその色もいろんなバラエティの飛んでる色があったりとか、走るスマホ、いわゆるスマホのさまざまな機能ですね。例えば、車乗るときは、地図見たり、カーナビゲーションですね。それから、音楽聴いたり、あるいは止まってるときは、映画も見れる。それから電話そのものの機能もできます。通信ですね。そういったものはまさに我々今使っているスマホそのものですね、車の中にも盛り込んでいると。それから最後、4番目ですけど、操作非常に簡単です。ボタンですね、ボタン操作でボタン3つはついてあります。走るボタン、ドライブですね。それから止まる、パーキングのボタン、それからバックする、この3つのボタンで車を動かせると、非常に簡単な操作でシンプルな形にはなっています。先生、この大熊を日本国内に広めるためにポイントがある、戦略があると、伺ったんですけども、そちらも教えていただいてよろしいですか？はい、まず1つ目は、これは大熊かというのは皆さん多分先ほどから疑問は出たと思いますけど、なぜ大熊という名前を付けたかと言いますと、福島県大熊町という場所はございます。東日本大震災の時ですね、原発事故あった場所の隣、この大熊町はございます。まさにそこを土地を確保して、この大熊カーを作る工場を立ち上げたいという予定はしています。これは日本の震災復興にも関係していますし、それから日本の地域ですね、特に地方の方の活性化にもつなげる話 で、福島県の大熊町ですね、ご了解いただいて、この大熊化というような名前を付けたわけですね。それから2番目、これは販売に関わる話ですけども、例えば我々よく見てる車の販売店とか、カーディーラーですね、そういうスタイルではなくて、このサブスク形式
つまり月々一定の料金支払えばですね、この車をシェアすることはできる。それから3番目になりますけど、この大熊化というよりは EV そのものですね、まさにこの電気自動車、電気で駆動している自動車ですので、まずガソリン自動車と一番大きな違いはガソリンの排気ガス出さない、この地球の温暖化対策を、として非常に重要な役割を果たしています。それからガソリンそのものですね、実は石油はいずれなくなる、まあ、100年後なのか200年なのかいろんな説はあるんですけど、この化石燃料ですね、限りのある資源にはなっています。その意味で、ずっといつまで経ってもガソリン自動車というわけにはいかないので、最近この EV ですね、電気自動車、非常に注目は高まっています。では実際に皆さんにどのようなことに取り組んでもらうのかというと、大熊を日本国内に広める SNS 戦略を提案しようというのが皆さんへのミッションになります。先生、優れた提案は実際に採用されるかもと伺ったんですけども、そうなんでしょうか。はい、この孫社長というのはアパテックモーターズの社長で、昨年設立したベンチャー企業の社長でございます。ぜひ皆さんの優れた提案ですね、孫社長の前でプレゼンしていただいて、よければ採用もいただくと、そういう可能性もございます。 SNS といっても今さまざまあるじゃないですか。はい、そうですね、まさに昨今のさまざまな新しい商品ですね、これは車に限らず SNS を活用して、まあ、広告宣伝したり、あるいはいろんな形で情報発信したりというのはあります。皆さんの柔軟な頭で考えていただきたいことですけど、例えばインスタグラム活用したり、あるいは TikTok、まあ、これ映像を含めた形の紹介とか宣伝とか、そういったさまざまな手法はありますので、ぜひ皆さん自由に提案あるいはその検討いただければというふうに期待しております。実際に先生のゼミの大学生の皆さんはどのようなことに取り組んでいるんでしょうか。ちょうどこの春学期ですね、3年生の皆さん、写真あるいは映像を撮ったりして、それを、まあ、TikTok もしくは Instagram ですね、アップロードして、情報発信するというのは、ちょうどそういうの、いろんな撮影を、まあ、している段階はあります。例えば日本は今高齢化社会になっていて、まあ、東京はあんまり感じないんですけど、ちょっと田舎の方行くとやはり皆さん移動、まあ、特に年配の皆さんですね、移動は非常に困ることになっていまして、まあ、地方自治体は一生懸命いろんな方策を考えたりしているんですけど、その中ですね、この格安の価格ですね、この移動手段として、まあ、提供するというのは一つの、使い方あるんじゃないかなと思います。それからさまざまな工場も日本の方は、まあ、むしろその都会じゃないところですね、この工場を通ってる皆さん、ほとんど車通勤は多いんですけどね、従業員の一つの福利厚生という形で、まあ、会社として取り扱えると、これもそういう使い方もある、まあ、さまざまな いわゆるその使用シーン、利用シーンはございます。そういったものは今3年生の皆さんは、まあ、考案したり、検討したりしています。それからもう一つですね、まあ、大学生ですので Z 世代ですね、この電気自動車まだまだよくわからない、若者も多いんですけど、こういった電気自動車どういうふうに考えているのか、どのような意識を持っているのか、そのアンケート調査も展開しています。では最後にこのミッションに取り組む皆さんへのポイントを5つ、先生にまとめていただきました。はい、まあ、基本的に皆さんご自由にですね、ご検討なり、まあ、SNS の活用を、まあ、ご検討いただければというふうに希望いたします。簡単な、まあ、ポイントですけど、この大熊カーですね、どちらかといえばその軽自動車一番近いものです。この軽自動車との比較ですね、一つさまざまな調査あるいはその SNS 発信の手法ですね、いろいろ参考できるんじゃないかなというふうに思いまして、それから次は3番目、この大熊カーを実際試乗してもらう、まあ、皆さんは運転できないかもしれないですけど、乗っていただくと、まあ、実際体験していただくと、どんな車、
どのような形で実際動かせるというのは、まあ、実体験、ぜひしていただきたい。それから4番目5番目ですけど、これは非常に勉強の練習には重要なポイントですけど、まあ、こういうふうにすればより多くの皆さん、多くの消費者ですね、この情報の発信を見ていただく、まずこれを仮説として立てて、見ようとというようなところで、この仮説を立った上で実際を例えば発信したり、この効果を検証したりということで、この仮説正しいかどうかというのは検証はできると思います。まあ、こういったポイントを、まあ、基本として、まあ、もちろん皆さんご自由の発想ですね、活動を進めていただければというふうに期待しております。試乗方法などは詳しくはウェブサイトに公開しますので、皆さんチェックしてみてください。たくさんのご応募お待ちしています。はい、お待ちしています。